ボスター、ありがとうございます。頑張ってね、今日覚えてるて。おはよう。のぞみおんごさん、綺麗、ありがとうございます。ありがとう。おはよう。夢見なかった。確か今日夢見てないかも。言われてみたら夢見なかったか。手足勝手に描いた夢の中で踊ってたんかもね。じゃあたけめんさん、初見さん、ありがとうございます。ありがとう。お仕事頑張ってね。いってらっしゃい。おはよう。炎上さん、ハート、青いハート、ありがとうございます。和弘さん、かわいい、ありがとうございます。おはよう。かまちゃん、青いハート、ありがとうございます。夏は T シャツ派なんですよね、私ね。マッキー、冬は長袖のパジャマを着てる。確かに夢見たけど覚えてない可能性もありえる。ありえますね。気づいたら朝でした、今日はあっという間に朝が来た。おはよう。ぐっちぐっちさん、初見さん、おはようございます。おはよう、ありがとう。ねむみん花田屋公園頑張ってくる。ありがとう。頑張ってきます。お待ちしてます。会場で配信もありますので。ありがとう、頑張るね。行ってきます。おはみん、初見さん、米さん、ありがとうございます。おはようございます。ヨタさん、かわいい、ありがとうございます。福太郎さん、ファイト、ありがとうございます。千円札が水色とピンクになるすごっ、何それ私に染まっちゃう、千円札が。すごい。夢ってさ、なんか続きが気になる。続きを見たくて二度寝したりすることあります。今だけの続きと思いながら。おはよう。でも意外と見れるくない？今さっきの続きと思って二度寝したら見れんこともあるけど、わりかし見れたりする。のぞみおんごさん、紫色のピカピカ、ありがとうございます。おはよう。確かに、なんかさ、ちょっとさ、紐なんだ、低くなったなんて言うんだろう、紐高くなったじゃなくて、紐低くなったっていうんかな。この前6時にずっと室内にいて、6時過ぎぐらいに外にパッて出たら、もうなんか外がちょっと暗くてびっくりした。6時ってこんな暗かったっけって
ありました。ゆうかちゃんと、おはよう。お、広島待っとる。気をつけて来てね、お広島気をつけてね、待ってます、広島で。おはよう。うん、ありがとう。見つけたい。おはよう、初見さん、ありがとうございます。リボン応援隊さん、静岡の天板岳さん、紫湯のピカピカ、ありがとうございます。ピカピカ、今日はね、あんまり夢多分なんか見たのかもしれないけど、ちょっと思い出せないけど、夢見た時鈴木見れたことあるよ。あるある、何回かある、ありますよ。あ、涼しかった、よく眠れた。だいぶだんだんのね、過ごしやすい気温とかになってくるのかも。おはよう、ナオズさん、紫湯のピカピカ、ありがとうございます。いつでもの糸ちゃんもありがとう、紫湯のピカピカ。日の出が遅くなって、日の入り、あ、日の入りか、日の入りが早くなる。え、夢出てきたな私。どんな夢だった、どんな夢でした。おはよう、糸ちゃん、青いだ、赤いだるまさん、ありがとうございます。ね、なんか、あ、秋が近づいてるんだと思いました。昨日ちょっとだけ秋を感じた。でも秋好き、秋めっちゃ好き。秋分の日はいつなんだろう、何月なんだろう、10月とか。のきさん、かわいい、ありがとうございます。おはよう、よしきさん、初見さん、おはようございます。おはよう、あ、元気で嬉しい頑張ってね、今日も。おかえりなさい。二度寝多分できるね今できちゃう、全然。お昼ね、あ、ルーム、ありがとうございます、ありがとう。リールさん、リールスザクさん、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。岡田あずみです、ありがとうございます。嬉しい、早起きできるありがとう。おはよう、モバメあるよ、モバメあります、あるあるある、ありますよ、よかったらぜひ毎日送っとるけん、ぜひぜひ。おはよう、Kさん、紫湯のピカピカ、ありがとうございます。つのさん、バラ、ありがとうございます。覚えてるよ忘れないですよ、ずっと。おはよう、私がご飯いっぱい食べてる夢見たのすごい、どこまでも
食いしん坊あ、9月なんだ。お話か、そうなんだ、9月なんだ。9月23日ね、秋っていいよね。秋好き。確かにお盆を過ぎたらね。ひとちゃんハートありがとう。おはよう。お、お待ちしてます。広島のお話し会、リアルお話し会お待ちしてます。そう、今日は公演で、明日はリアルお話し会だからね。え、だんだんと涼しく。フラペチーノさん、青いタコさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、誕生日なんだ。お祝いしたい、それは炎上さんの誕生日お祝いしたいですね。ラベチーノさん、青いハートと、だるまさん、ありがとうございます。うん、お待ちしてます。公演待っとるね。ありがとう頑張ります。マスタローさん、だるまさん、ありがとう。訪れてる？嘘、本当に？ちょっとだけずれてる。ちょっと直す。待ってよ、ギフト読んで。あ、静岡の電波だけさん、グーグー、ありがとうございます。どうだろう、治ったかな。いつもこれやったら治るんだけど。訪れてる？あいうえお。大丈夫。治った？わー。治ったおはよう。え、ちょっと私まだ投げてないんだよね、今回のアバター。投げよ、今日出るかな。おはよう、グッドモーニング。毎年違うの、秋分の日と秋分の日って。難しい。秋分と春分、春分と秋分か。おはようね、楽しみ2日間。え、名前ぜひよかったら教えてほしいなマーチさん、あなたがマーチさん、おはよう。あ、そっか、明日登校日なんだ。そうなんちゃ。頑張ってね、明日登校日。土曜日？土曜日に登校日があるの？え、学校始まるってこと、明日から。頑張って、頑張ってね。おはよう、ありがとう。朝からねえ、引いてよ、あずみアバター、引いてよ。おはよう、よろしゅう。あ、やっ、そっかそっか、夜行バス気をつけてきてねお、お待ちしてます
名乗らんの、え、名乗って名乗って名乗ってよ、名乗ってくれん、お名前教えてくれないと覚えれないもん。顔を覚えたいからしっかりねあ、どれどれさんだって気づきたいから名前も教えてくださいうん、お仕事頑張ってね、ありがとう、お待ちしてます、公園で、ありがとう、おはよう。しんさん、なーに、初見さんありがとうございます、ありがとうおはよう、おはよう、ファイトファイトファイトだよ外れたのアバター、あー、なんか欲しいのってね、欲しいのって出てこなかったりするよね。おはよう、お、当たった、嬉しい、私だ、私だね、欲しいのなんでなんだろうね、推しのアバター操作されてるかのように欲しいのがさ、そのか出てこないよね、そういう時って。おはよう、広島で、え、何食べたらいいかな、うーん、広島駅に行くから、揚げもみじを食べたことある、揚げもみじ食べてみて欲しいな、揚げもみじ、あとお好み焼きも食べてほしい、絶対、あと牡蠣いっぱいある牡蠣も食べてほしいな、生牡蠣とか食べれる、好きなんだけど苦手、人は苦手かも。あと広島駅にあるんだけど、立町カヌレっていう、あのお菓子なんだけどね、カヌレがあるの、美味しいよ、めっちゃあれめっちゃ美味しいから食べてみてほしい、おすすめ。広島駅の北口、新幹線口の真下にあるところ、降りたらわかると思う、新幹線口の方にある1階にある、1階に食べ物屋さんがいっぱいあって、あそこにあのね、揚げもみじとか、その立町カヌレとかいっぱいある、立町カヌレ美味しいよ。おはよう、うん、みんな広島に、みんな広島に移動中だ、広島に移動中だ、あー、推しの、そういうことか、なんか出ないようになってるのかな、推しのその人のやつは出ないようにみたいな、なってるのかな、ねえ、立町カヌレ美味しいよね、美味しいよね、あれね、確かに夏の生牡蠣ちょっと怖いかもね冬の方がちょっと安心して食べれるかもね。おはよう、確かに公園の翌日お話し会って素敵初めてじゃない、私は初めてな気がする、嬉しい、
日連続で会えちゃう。おはよう。ペッタラポッタラもね食べてほしいんだけど、宮島に行かないとないからね。時間があってなんか観光もするよ、宮島行くんだよねって方はぜひペッタラポッタラ食べてみてほしいね。揚げもみじ何味かな、何味だろう。でも普通に何食べても美味しいけど、あんこめっちゃノーマルであんこ食べるか、めっちゃノーマルであんこ食べるか、自分はチーズも好きだよ、チーズ味の揚げもみじ。なんかおやつっぽくなってチーズも美味しい。で抹茶も美味しかった。多分何食べても美味しい気がする、揚げもみじ何味でも。でも自分はよくチーズを食べます、チーズ食べがち。つけ麺もいいね、つけ麺も確かに。ありがとう、頑張ってきます声頑張ってくる。あ、またそれだよ。のぞみよんごさんハートありがとう。お仕事いってらっしゃい。おはよう。本当に気分あるよね。でもね気持ち公演が見たい気持ちぜひ配信でも、配信もあるけんね。見に行ってね、よかったら。頑張る。おはよう。東京よりも多分ちっちゃいよね、あの今回大きさ、ステージのっていうかあのキャパ、なんて言うんだろう、サイズ感、会場の。だからちょっと楽しみ。それも東京の時はちょっと大きくてコンサートみたいだった発表会、発表会してる気分になるぐらい大きかったからすごいドキドキした。からゲバントホールさんでちょっと小さめの会場でやるの楽しみ。抹茶あるんだよ。そう、武蔵も美味しいよね。武蔵も美味しい。スケーモンさんバラありがとうございます。チーズ美味しい。あ、そうなんだ、あさってで。もうじゃあ今日明日あさって満喫してね日曜日で終わりか、日曜日で終わりか。宮島ね、私秋がいいと思う。秋好きだよ。あのね、もみじ狩りをしながら穴子飯を食べたり、秋に行くのが好きかな。気温的にもね過ごしやすいし、もみじが咲いてて綺麗。おはよう。うちは作りたいけどいいアイデア。なんだろう。でも大きく安曇とか
ねえねえあずみんのねえねえが入ってたりとか、あずみんとか大きく見えてたら、ね、見つけれるよ、ステージの上からバッチリ。あ、腕の長さ、そっか腕の長さ注目してみて。まだ、うん、8月。おはよう、まこめさん、初見さん、おはようございます。おはよう そうだね、オーディション以来ケバンと。まあさん、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。そう、ステージ狭いだから、あのなんかバミリっていうのかな、ステージ番号も東京の時よりもちょっと狭めに取る感じなんだよね。ちょっとそうだね、東京の時に比べたらちょっと狭い。キャンプしてないな、久しく行ってない。お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。マイキューさんの生誕の日いた、私研究生みんなで見学してました、その日の公演。お、青ハッピー見つける青ハッピー見つける。おはよう、おはよう、秋の、え、秋の宮島で合ってるよ、季節の秋、季節が秋、ん、秋の宮島あ、そう、秋の宮島だけに秋の宮島が一番好きです。季節秋の宮島が、おはよう。いや、見つけます、あなたを。うちわとかピンクペンライト振ってくださる方は絶対に見つける絶対に見つける。今日もゆなさんはね、ドゥーちゃんって呼ぶよ、私のこと。ドゥーちゃん、昔からドゥーちゃんって。そう、そうなんだよね、狭いしコンパクトだから、あの動線とかさらに気をつけないと、気をつけつつね、ぶつかったりしないように、本番で会場行って感覚つかむゲネ、あのリハーサルで頑張る。お、また夜に、夜配信でね、感想を言うね、今日はこうだったよって。のぞみおんこさん、ハートありがとう。確かに岡田も岡田も目立ちそう、岡田うちは。
そう、移動は走ったりできない心の中で急げ急げと思いながら、そう、綺麗な早歩きをして移動する。そのなんか踊りながら移動じゃないところとか、ほんと曲と曲の間の移動、曲が終わって次の曲までの立ち位置の移動とか今回もあったりするんだけど、何曲か、そういう時の移動は一杯の水から一瞬のスリルの移動とか結構移動するんよ私とか。結構移動されるメンバーさんも多くて、私は心の中で急げ急げ早歩きしてますあそこおはよう、急げ急げ、早着替えも、早着替えもまだまだ練習中。でもめっちゃなんか一曲空きで早着替えしないといけないっていうのがまだないから大丈夫。その曲中、曲間で早、曲間での早着替えが、早着替えがあるわけじゃないので、そう、まだなんだろう、ちょっともたついちゃってもまだまだ大丈夫かなぐらいだけど、でもそう、曲間の移動がないうちにね上手に なっときたいです。早着替えは難しい。昨日教えてもらったらなんか早着替えのコツみたいなのこうしてあしたらいいよみたいなの教えてもらって、明日実践、明日じゃない今日か、今日実践するつもりで、早着替えも、早着替えも準備、練習しないとね。そうそう、中に着てるとかじゃない、じゃないよ、じゃないよ、緊張してきた緊張するね私は早く会いたいよ今余裕ある。岡田奈々さんとはね会ったことないんですよ。お会い、一度お会いして、お会いしたいなとは思うけど、岡田奈々さんお会いしたことはねないんです。歌詞も大丈夫無力もう多分大丈夫。そう、歌い出しが出てこなくなっちゃう大丈夫だよ、大丈夫。多分でも今もう曲がかかったら出てくる気がする。風はなぜに泣いているのかって、曲がかかったらスンって出てきそう。ねえ、ナナさんお会いしてみたい。岡田あずみさんとお会いしたい会えるよ会いたいよ。おはよう。よし、ちょっと今日は早めに終わります。終わるね。準備して出発の時間が迫ってきているので、少しだけど早めに終わります。今日はまた、じゃあ公演が終わって夜配信で会いましょう。10時過ぎかな、今日の夜配信、夜配信でまた。13位さん、やる気猫 K さん、ありがとうございます。12位、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとうございます。11位、正太郎さん、ありがとうございます。10位、ゆるやすみさん、ありがとうございます。9位、クレ星人さん、ありがとうございます。8位、つのさん、ありがとうございます。7位、ハイティさん、ありがとうございます。6位、ナオズさん、ありがとうございます。5位、タカさん、ありがとうございます。4位、ヨッタくんさん、ありがとうございます。
3位としひろさん、ありがとうございます。2位ニコライさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルバン、チックタックさん、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。行ってくるね、行ってきます、頑張ってくるね。会場に来てくださる方、配信見てくださる方、また後で楽しみにしててください。頑張ってきます、今日も頑張る。じゃあ夜配信で、夜配信で会いましょう。また予約、また予約入れとくね、メールでも送る。ありがとう、行ってきます。みんなも行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、頑張ってね、今日も一日行ってきます、行ってきます、バイバーイ。よし、じゃあねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。行きます、せーの、なーにー、ありがとう、おやすみなさいじゃない行ってらっしゃい、バイバーイ、頑張ってねー。